んばんは、ファットブルームのお時間です。どうも、ジェームズ秀樹です。別にやる気がないわけじゃないですけどもね、1ヶ月ぶりのご無沙汰でございます、ファットブルームでございますよと。まあおかげさまで、何でございますかね、今月からですか、まあ、正確には先月の末からなんですけども、 IBS 茨城放送 AM ラジオでございますけど、こちらでも番組を始めさせていただきまして、なんやかんやで、なんですか、茨城にあるメディア着々とこう僕が侵食し始めているという感じでございます。そういうわけで今夜も茨城県水戸市にございますパンダスタジオから生配信。あんまり大きな拍手をするとワーンってなるから拍手できないという感じでございますけど、よろしくお願いします。さて、月に1回、お届けしておりますファットブルームでございますけどもね、秋になりまして、まああっちこっちで、あれですよ、あのハンバーガーチェーン店さんがね、いわゆる秋の新作バーガーっていうのをお出しになられまして、で、まあ、あのいわゆる通常サイズのものもあれば、いわゆるグルメバーガーと言われるサイズのもののハンバーガーを秋の新作として出されているチェーン店もあるということでございますんでね、その辺はあのいささか気になるところではございますけども、まだね手出してないんですよね。どんなお味なのか、どんなボリュームなのかっていうの気になるところでございますけども、もしこれご覧になってて食べたという方いらっしゃいましたら、あのツイッターなりメールなりで、いただければと思います。ツイッターの方だとこちら、ハッシュタグファットブルーム、ね、ハッシュタグファットブルーム、こちらの方まで、もちろん、番組のご感想とかご意見もお寄せいただければと思います。それからメールもございます。メールはこちら、はい、出ました、いばきらアンダーバーファットアンダーバーブルームマークヤフードとシオドとジェピー、こちらまで、皆さんぜひメッセージ等もお寄せいただければと思います。だからそんな感じでございますんでね、まあね、いろんなところハンバーガーを食べに行かせていただいておりますけれども、どうですか、いっそのこといっそのことチェーン店行っちゃうってのは、誰も俺と目を合わせないスタッフが行かないんだ。まあ確かにね、チェーン店っていうのは、まあ逆に言うたらいろんなことで取り上げられますからね、個人店のかお店、のハンバーガーのやっぱり、こういろいろこう幅広く魅力があふれてます。いや、チェーン店の方が魅力がないってわけじゃないですよ。ただあのね、こうやっぱ個人店のお店もいろいろチェックしていかないとっていうところございますけどもね。さあ、そんなハンバーガーを食べ歩いていますハンバーガー放浪記でございますけども、今回もね、もうなんだろうね、思い出すだけでこうや優しい笑顔になる、そんなハンバーガーをですねいただいてまいりました。では今回も参りましょうかね。ジェームズ秀樹のファットブルームハンバーガー放浪記、こちらをご覧ください。配信でですね、あのうちの敏腕 AD がどこに行くって聞いたら、北って言ったの、北来ちゃいましたね、かみね動物園、しかもこれをスルーするという、すごいな今回の展開、びっくりでございますけどもね、あの食レポでは絶対着ないようにしようと思っていたオーバーオールを着ちゃいました。どうもジェームズ秀樹です。さあ今回はですね、こちらエレファントカフェ、もうドーンと看板出ちゃってますけども、こういったものがあるそうでございますので、それをですね食べに行きたいと思います。お楽しみに。あのさ、君に連れて北に来たのはいいんだけどさ、北に来たっていうのはもう恥ずかしいぐらいだよね、シャレだもんね、もうね。なんで坂道を歩かされる、これはなんだよ、演出なんだ。なんで、あ、ここが重要なんだ、しかも顔映ってないぜ。
いいのか。これあ、そうか、分かった。ハンバーガーを食べる前に僕を運動させてお腹を空かせようということだな。ありがとうよ。こっちだろ。お腹空いちゃった、坂道歩いてきた俺。指導指導なんだ。邪魔します。なんかすごいね、2枚飛びだぜこれ。なんかお土産屋さんでございますからね。さあ、そういうわけでこちら神根バーガーでございます。あ、須藤君ほら、グラスグラス、伝説のじゃねえよ。早くほら、早く出しなさい。はい、君も仕事戻れ。はい、戻れ。ほら、カメラ前横切るんじゃない。本当にさ、このグラスで今日も美味しいハンバーガーいただいてみたいと思います。抜けるとカフェコーナーがあるわけです。あ、こんにちは。こんにちは。こちらのハンバーガーを食べに来たんですけども、はい、どんなハンバーガーがあるんでしょうか。こちらは、はい、こちらは地元の日立牛を使いました神根バーガー。日立牛来たこれ。日立牛を使った神根バーガー、はい、はいはい。なんかメニュー見ますと、はい、神根バーガー、ダブルバーガー、トリプルバーガーってあるんですけども、はい、これの違いは何なんですか。そうですね、こちらはパテが1枚、2枚、3枚、うん、トリプルは3枚ありますので、かなりボリュームございます。初めてじゃないですか、そんだけあるの、ね。じゃあ、その神根トリプルバーガーを一つお願いできますか。はい、ありがとうございます。でですね、いつも僕これ自分で作ったグラスなんですけども、はい、マイグラスを持ってドリンクを入れてもらってるんです、はい、これにドリンクを入れてもらうことはできますか。はい、ありがとうございます、はい、じゃあこちらにコーラを入れていただいて、はい、お願いします。はい、じゃあこちらトリプルバーガーですね、うん、はい、ではできましたらお呼びいたしますので、はい、こちら番号札の方をお持ちになってお待ちください。こちらですね、はい、はい、こういった番号札で待つみたいでございます。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。楽しみです。詳しくはね、後ほどお話ししますけれども、なんだろうね、このバンズ、今までのハンバーガーと違ってまたちょっと魅力的なバンズになっておりますんでね。で、これ野菜でしょ。でもって、またこれ千キャベツが入ってレンコンです。でもってパテソース野菜パテ、もうなんかこの絵面だけで俺十分満足みたいな感じになっていますけどもね、この後食べます。楽しみ。動物園入ってないんだけど、象が見えんだよな。なんか癒されるわ。のんびりできます。いいな、これ。あ、乗った。すげえ。あ、どうすんの、どうすんの、これ。どうすんの、これ。これ？あ、止まった。呼ばれました。できた。行ってみます。なんか、すごい音で呼び出しました。できたみたいでございます。できました。はい、お待たせいたしました。はい、こちらになりますね。あ、ありがとうございます。はい、ちゃんとグラスに入れてもらって、ボリュームありますね。
いただきます。はい、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。できました。やっぱ照らしていただきたいと思います。すごいいい匂いだった。早く食べちゃい。あ、すいません、今から靴取りをやっちゃうんで。あ、例の例の。あ、おつけ。このないと俺が怒られちゃうんで。早く早く取れよ。おつけです。今お松さんだよ、遅いよ、ほんとに。次上がって、さあ、来ました、来ました。多分このバーガー放浪記始まってのは初じゃないですか、この3段。肉3枚ですよ。ね。いただきたいと思います。くっそ、いつもそうやってなんか物取りで。重っ。重量あるよ。いただきます。なんでだよこれ。参ります。さあ、そういうわけでがっつり、カミネバーガートリプルいただきましたけども、ここからお話を伺いたいと思います。エレファントカフェのわけさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に美味しいバーガーありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございます。まずね、はい、こちらのカミネ、遊園地カミネ動物園の、はい、まあ、本当にこう入り口のところにあるじゃないですか。はい、これはあのカミネバーガーというのは、まあ、よくぞ考えましたね。そうですね。このカミネバーガーの特徴っていうのはまずどの辺にあるんでしょう。はい、やはりあの、うん、まあ、日立牛のパテ、うんうん、とあと茨城産のレンコン、はい、うん、やはりまあ地産地消というのを念頭に置いて、うん、あのね、そう、うん、さっきねいただいた時にハンバーグ、要するにパテの部分の柔らかさもそうなんですけども、はい、その後に来るレンコン の, あのシャキシャキ感、あの普通ねレンコンが入ってるっていうと、パテの中に一瞬こうなんていうの、粗く刻んで入ってるのかなって想像するじゃないですか。はい、違うんですよね。そうですね、はい、あえてレンコンを別に挟んでみました。うん、あれは普通にソテーしてあるだけ。そうですね、で、まあ、うん、あの多少こうやはり厚みがあることによって食べた時に、はいはい、うん、その食感とあと甘みが、うん、感じられると思います。なるほど、はい、あのね、ぜひ食べていただきたいんですけども、驚きますよ。もう先に言ってしまいますけども、パテと同じぐらいのサイズのレンコンがスライスで入ってます。でいい厚さです。だからすごい日立牛の独特な柔らかさを感じた後に、はい、このレンコンのいい歯ごたえがあるから、はい、もうなんか噛んでて満足するっていう。 ありがとうございます。で、あの驚いたのは、うん、はい、バンズもちょっと違いますよね。そうですね、うん、あえて、全粒粉を、うん、使ったパンを使用しておりますので、はいはいはい、ちょっとあのこう口に残るものあるかもしれないんですが、うん、それもあの特徴ということで。なるほどね、はい、
まあ、全粒粉ならではのこう優しい感じというんでしょうかね。そうですね、はい、そういうのをすごく食べてて僕感じたんですけどもね、はい、で今日僕トリプルいただいたじゃないですか、はい、で驚いたのはやっぱあれだけの厚みがありますと、はい、通常のハンバーガー食べる場合ってこうグッとある程度手で両手潰して頬張らないと食べれない、はい、食べられない感じなんですけども、はいはい、それをやると、はい、パテが柔らかいから全部がこう潰れていくというんですかそうですね、やはり常陸牛の特徴だと思うんですが、うん、脂肪分が、うん、非常に多いので、はい、どうしても柔らかいパテになってしまうんですね、うんうん、ですのでギュッとこう潰してしまうと本当にボロボロっと崩れてしまいますので、ですから口の大きさに自信のある方はトリプル挑戦していただきたいと思います、はい、驚くぐらい柔らかいです。で思ったのはさっきも全粒粉使っているせいもあるかもしれませんけども、はい、非常に、ハンバーガー自体が優しい味に仕上がっていると僕感じたんですけども、 ありがとうございます。これソースは何か決め手的なものはあるんですか。うん、そうですね、特にソースに関しては特別にこちらでっていうのはないんですけれども、うん、何種類かちょっとこう合わせて、うんうん、一応オリジナルのソースにはしてあります、はい、なるほどね、うん、この今まで僕いくつか食べてますけどもびっくりするが優しいです。なんかおーっていうぐらいで、常陸牛の食感のふわふわ感とそのソースの優しさ、はい、でもうあっという間にあー包まれていくっていう感じでございますけどもね。ありがとうございます。さてこのエレファントカフェ、このカミネバーガーも非常にね、はい、美味しいところでございますけども、またすごいのこのロケーションじゃないですか。そうですね、ね、そうですねって一言みたいに言ってましたから今もうね、私たちにはもう普通の光景なので、はいはいはい、ですのでこの光景ぜひね、うん、まだご覧になってない方には、うん、ぜひ一度来ていただいてご覧になっていただきたいと思います。もうさっきから映っておりますけどもねこのエレファントカフェのテラスに入るだけでもうカミネ動物園のゾウさんが見えちゃう。そうです ね、 ね、はい、まさにこのエレファントカフェの名前にふさわしい、はい、ロケーションですけども、動物園確か入園料ってかかりますよね。はい、いただいておりますね。ね、はい、でもこのエレファントカフェに入るのに入園料は必要ないですよね。はい、こちらのご利用に関しましては入園料の方はないですよね。はい、ございません。カウンターで、食べ物なり飲み物なり注文いただければ OK と、はい、そうですね、注文しなくても大丈夫なんですけど持ち込みも、あ、持ち込みもそうですね、うん、大丈夫です。何なのなんて懐の深いカフェなんでしょうってことは、はい、ってことはですよ、例えば、はい、ドライブがてら上根公園まで来て、はい、ちょっと自分たちでサンドイッチなり作ってきて、はい、エレファントカフェ入ってきて、はい、休憩して、はい、象を眺めるっていうのも、はい、あり。そうですねありですね。ただ付け加えるならば、うんうん、やはり上根バーガーも一緒に食べていただくとより素晴らしい景色が。そこですよね、はい。だって常陸牛を使ったパテってそうそうないですもんね。そうですね。で、常陸牛って意外といいお値段しますよね。そうですね、はい、それが価格で食べれちゃうわけでしょ。はい、頑張っております。だからなだからすごい美味しい常陸牛が低料金で食べれて、なおかつ入園料のかかる動物園を、ぶっちゃけダータですよねそうですね、この部分だけですけど、はい、だってゾウさんを間近で見れて美味しいもの食べれて、はい、でちょっと今、ね、曇っちゃって霞んじゃってますけども、この我々の奥には太平洋が広がってるわけですもんね、はい、天気が良ければ見えるわけですもんね。もうはっきり見ます。今日はちょっと残念なんですけれども、はい、もう真っ青な海が広がっておりますので、うわ、もうね、ぜひ皆さん天気いい時を狙ってなんだろう、なんで今日曇った誰のせいだ。ちょっと待って、カメラマンは俺指さして、D は須藤君指さしたね。うん、須藤だお前のせいだというわけでございますけどもね、アキさん本当に、はい、まだ口の中に常陸牛の甘さが残ってて堪能しております、これからも美味しいハンバーガーを作り続けてください、はい、ありがとうございます。じゃあですね、見てる皆さんに PR のほど、はい、
はい、ではこちらエレファントカフェ、動物園に隣接しておりますので、ご覧のように、象もで天気が良ければ太平洋も、見えます、本当にこれから秋の行楽シーズン、陽気も良くなりますので皆様ぜひお出かけください。はい、というわけでですね、今日はエレファントカフェの秋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。エレファントカフェでカミネバーガーをいただきました。でもんでカミネ公園のカミネ遊園地の方でエンディングトークっていうことなんですけども、なぜかコーヒーカップに載せられております。調子乗ってんだこの、このおいエンディングだよおい本当にですね、回しすぎだよバカ野郎これ、ね、非常に美味しいハンバーガーをですね堪能いたしました。トリプルバーガーですけどね、僕がいただいたのね、ファミリーバーガー、ぜひ皆さんもですね、これご家族揃って来やすい、場所ですし、ハンバーガー食べた上に動物園、そして遊園地で遊べる、楽しめる、一日、しっかり何でも後ろ回っちゃうの、一日ですね、楽しめるところになっておりますからね、皆さん、ご家族連れて、いっぱい足を運んでいただきたいと思います。なんでごめんなさい、というわけで、本当に遊園地も楽しみたいと思います。以上、ハンバーガーほろぎでした。楽しかったんだけどさもう覚えてないくらいだよ、コーヒーカップ最後に乗ったのなんでバーガー放浪記のロケ行って最後にコーヒーカップ飲んなきゃいけないんだねえ、須藤くん。それなんか今回からなんか変にそのうちの敏腕 AD 須藤くんがちょいちょい絡むようになってきて、まあ正直言うと前回からなんだけどな、うん、ね、うん、どこ行くで北でって言っちゃったから北行っちゃったじゃない？北行ったんで、うん、ちょっともう北挟みたいんですけど、うん。待て、北行ったんでまた挟みたいっておかしいだろ、普通そういう場合続けてって言うんじゃないのだから、うん、北の日立の下なんで、うん、剣を当たりを攻めようかなってそういう作戦があるんですけど、まあ、D が最終的には決めるんであれなんですけど、うん、剣を、うん、あ、なるほどね、超激うまなそうだ超激うまってすごいね、すごい言葉がこう2個くっついちゃったから、じゃあ今まではどうなったんだっていう話になっちゃうよそれ。今までも激うまだったんですけど、うんうんうん、うん、だってね、アークエンジェルさんからね、これ絶対うまいじゃないですかっていうコメントが来てるんです。ありがとうございます、コメントいただいてね。アークエンジェルさん、うまいんです、ほんとね。まあ、本編でもお話ししましたけども、その全粒粉のバンズでオーバル型なんですよ。通常のハンバーガーってこう丸じゃないですか、それがオーバル型なんで角度によっては非常に食べやすい形になって仕上がってる、そんなハンバーガーでございますんでね、うん、ぜひ皆さんもですね足を運んでいただきたいね。で本当何がいいってあれですよ、入園料を払わずに動物園の象が見れるっていうだけでもこれポイント高いですからね。でお話しされてましたけども、言うたら、カフェでね
カフェで営業しているのに、持ち込みもいいって。だから、まあ、ドリンクぐらい持ってって、あとカミネバーガーをぜひ。だからシングル、ダブル、トリプルってありました。で、僕ちょっと今回食べられなかったんですけども、常陸牛のコロッケとメンチカツのバーガーもあるんで、その辺をこうラインナップでこう攻めていくのも面白いんじゃないかなと。メンチカツすげえ気になってんだよな。ねえ、ぜひアークエンジェルさんも行ってください。ね、本当カミネ動物園分かりやすいですからね。ぜひその辺もおすすめでございますけどもね。さてと、じゃあ今回のいきますか。もう出しちゃって大丈夫ね。はい。今回のおかみねバーガーと言いました。こんな言葉を書いてみました。はい。優しいぞ、柔らかいぞ、美味しいぞ、かみねバーガー。ということで。いや、本当にね、まあびっくりするぐらい柔らかいですから。優しく持ってあげないと、もうパテが全部こうグニュってなっちゃう、グニュってなっちゃう。いうぐらい柔らかいので、その辺を気をつけながら召し上がっていただきたいと思います。というわけで今回はですね、カミネ公園にございますエレファントカフェでカミネバーガーをドーンといただいてきましたけども、まあ、その他にもね、さっき載ってましたカミネ遊園地、それからカミネ動物園、あとレジャーランドがね、その上のエリアにもありますからね、家族連れ、もちろんデートでも行けるし、楽しめるんじゃないでしょうかね。さて、ここで告知。今日これ今生配信でございますんで、今が10月24日でございますけれども、この配信でいきますと、あさって10月26日土曜日でございますね。土曜日夕方6時から茨城県水戸市南町にございます自由広場で、水戸ファッションショーというイベントが開かれる予定でございます。まあ、いろんなお店さん、洋服屋さんに限らずなんですけれども、各店舗の演出によってファッションショーを繰り広げると。その、まあ、司会、ナレーションは私、ジェームス・ディキが担当しますので、お時間の方はぜひ足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、気になるのは台風。これがね、どのぐらいそれてくれるか、ものすごくはスピードを上げてくれるかによっては、っていうところありますけども、ぜひ、まあ、その辺は詳しいところは、何ですか、水戸町中フェスティバルとか、水戸ファッションショーというブログがございます。水戸ファッションショーのブログの方でチェックしていただければ、詳しいことわかるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、このハンバーガーを食べていない僕を見るチャンスでもありますんで、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。というわけで、AD の須藤君よ。はい。今度は、剣王。剣王エリア。北はちょっと厳しいんで。それ何、寒くなってくるから剣王の。うん。なんかってなんだよ。うまい飯屋じゃなくて。うまい飯屋。もうハンバーガーからそれていくってこと？ハンバーガー。うん。ハンバーガーのお店ですね、次は。うん。でもこれをご覧の皆さんもね、ぜひ多分これ AD 須藤くんね、なかなか出てこないと思うんで、ぜひおすすめのハンバーガー屋さんね、グルメバーガー系ありましたらぜひ、メッセージいただければと思います。ツイッターの方でも結構でございますし、もちろんメールの方でも結構でございます。ツイッターはハッシュタグファットブルーム、ね、ハッシュタグファットブルーム今出ておりますけども、こちらまでお寄せいただきまして、メッセージ、メールの方も受け付けております。いばきらアンダーバー、ファットアンダーバー、ブルーム、アットマーク、ヤフードと CO.JP、こちらまで、こんな美味しいハンバーガーがうちの近所にあるよ、ぜひチェックしてみてみたいな感じでメッセージをお寄せいただければ嬉しく思いますので、一つよろしくお願いいたします。さあ、そんなわけで今回もですね、茨城県水戸市にございますパンダスタジオから私、ジェームス・ディキが生放送でお届けしてきました。今日もアルファでお届けしましたけども、これいつまで来てればいいのかしら？ずっと来てればいいの？ね、来月も再来月もアロハ着続けると思いますけども、一つよろしくお願いします。皆さん今回もお楽しみいただけましたでしょうか。ぜひ、美味しいハンバーガーを探し、皆さんもフラフラしてみてはいかがでございましょうか。というわけでお届けしましたファットブルーム、この辺でお別れでございます。
お相手は私、ジェームス秀樹でした。また次回お楽しみに。バイバイ。撤収。